それでは皆さん、いきますぞ。3、はい。ココア、お誕生日おめでとう。みんな、ありがとう。ココア、どうしたんだい？せっかくの誕生日なのに、機嫌が悪いみたいだが。機嫌が悪いわけじゃないわよ。ハヤテに誘われた時は、二人っきりの誕生日だと思って期待してたのに。蓋を開けてみたら、ミチルとルミナがいるんだもの。最初から私を騙してたなんて。ココア、どうどう。でもさ、みんなが祝ってくれて嬉しいでしょ。まあそりゃ嬉しいけど。うふふ。何よ。ははココアも内心は嬉しかったんだなと思ってな。な、ミチル。ですな。ココアはいつも素直じゃないのだ。ねえ、ハヤテ、このバカ二人、今すぐ退場させていい？うわぁ、ごめんなのだ。これ、私たちからのプレゼントなのだ。へぇ、フォトフレーム、いいじゃない。それにこれ、私たちの写真入れてくれたんだ。いい写真だね。ココはベストショット5にランクインするレベルだ。写真を選んだのはミチルなんだ。え、変！この私が最高の写真を選んだのですぞ。撮ったのはルミナだから、あんたのお手柄じゃないわね。確かにそうなのだ。いつもながらココアの攻撃は答えますぞ。ありがとう、大事にするわ。ココア、どういたしましてなのだ。さあさあ、料理もケーキもたくさんあるから楽しむのだ。ちょっと、あんたの誕生日じゃないでしょ。僕はミチルが食べ過ぎないように注意するかな。ほら、ココア、みんなが祝ってくれて嬉しいでしょ。そうね、悪くはないんじゃないかしら。ココアは素直じゃないな。これが終わったら、二人っきりの誕生日会をしようね。バカハヤテ。おーい、ココア、早く来ないとなくなってしまいますぞ。だから今日は私の誕生日だってば。ごきげんよ。今日も元気に過ごしましょうね。はあ、やれやれだわ。